それでは初めにプロジェクト宣言です。新井町長お願いします。子どもたちがワクワクして毎日通いたくなる学校づくり、そして地域の皆さんが活動の拠点となるような地域づくりを含めた、どんぐりとピアノプロジェクトをスタートすることを宣言したいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。高校地域の交流により子どもたちが学び成長する場を作る基本私で設計をさせていただいた、愛知県の、新城市というところに立つ、筑出小学校と筑出交流館、今回の深小学校と同じくですね、小学校と地域の施設が一緒になった建物なので、当然、未来の施設の担い手ということで、小学校の子どもたちだけではなくて中高生だとか大学生の活動は、ここならではだなと。これも実は先生からのアイデアだったんですね。これ自分だとこういうことを思い浮かばないんですけど、先生で、その地震で、学校がなくなっちゃったんですよ。で、そういう学校が出来上がって、でそれ以外にもこれが少し特徴的なんですよ。黒板ないんですよ、うちの学校。だからチョークと黒板ないんですよ。すべてホワイトボードプロジェクターだけで、教室の広さが、1年生の教室は今までの2倍の広さなんです。教室の中に小上がりがあったりとか、予備校があったりとか、もうとにかく広い。そしてできたものが今年の4月にできたばっかりです。中学生の過ごす空間に積み木があったりとかあるんですよ。それとかカードゲームとかゲームも置いてあるんですよ。デジタルのゲームじゃないですよ、アナログのゲームとか。やっぱり遊び心がなきゃダメだね。この自分たちの手で未来をっていう、そういうスカショーのマインドってここにも書いてありましたけれども、そういう未来志向のスカショーマインド、これはすごく大事なことだと思いますし、すごく大事な発想だと思うのはエリアの発想です。この今日のこのチラシの中のですね、基本方針の4に書いてありますが、エリア全体を活性化するっていう言葉があって、普通僕も建築学科にいるので、建築ですけど、あったら楽しいだろうなって、やっぱり面積があると思うので、なおかつ駐車場があれば、スペースがあれば、みんなが集まれるんじゃないかなって思いました。